はい、皆様ごきげんよう、ピエトロです。オベナイゲーム実況レッスン33やっていこうと思います。はい、レッスン32はですね、レビアタンと開口し、まあ仲直りっていう形かな、誤解が解けたみたいな感じではなくて、まあお互いね話し合って、ちょっと笑顔になる時間がみたいな感じでしたね。ではレッスン33以降どうなるのか、ブブの契約の話もそうだし、このままレビが契約してくれるかどうかはちょっと、まあピエトロを信じるとかね、そういう言い方してくれたら契約もしかしたらワンチャンあるかもしれないんですけど、まあ33の1見ていきましょう。もしかしたらね、時間のスープ、時間のスープって何？戻るってこと？え、もしかして戻れるの？つまりこういうこと？ピエトロとソロモンが人間界に帰るって話してるとこをたまたまレビが聞いて、あーってことは事情を話してるんだ。ただ、人間界に帰るっていう言い方ですね。はい。レビアタンが勘違いしているとこをそのままっていう感じか。ピエトロの帰りを待ってる人に嫉妬しちゃったと。お恥ずかしながらみたいな感じで、で悶々と部屋に引きこもってるとこをマモンが無神経に煽るからブチギレてリタンを召喚したと。まあこの話の流れならみんなはまあわからなくもないかって汲み取ってくれるのかな、リビアタンは。ただマモンだけじゃなかったけどね。なんだ、つまりマモンが全ての元凶か。みんなノリに乗ってたのに、かわいそうマモン。だな、やばい。5対1じゃん。ちげえだろ。いや、その説明だけでは不十分だ、レビアタン。ほら、ルシファーはマモンに加担しないから5対1ですね。だけどルシファーは気づいたところがあると。え、ピエトロが人間である以上、こいつが人間界に帰ることは想像できただろう。本当にそれだけが原因でここまで嫉妬の力が暴走したのかと。はい、他にも要因があったと。お前は魔界を水没させたんだぞ。ねえ、ことの重大さは計り知れないからね。レビが悪いんじゃない、他にも原因はある、てん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 。なんだろう、まあ原因はあるかもというところなんですけども、まあちょっとね、いやでもレビが悪いんじゃないっていう言い方はどうなんだろうね。悪いところもあるからな。まあルシファーの話に乗る形で、ピエトロには分かってるんだな。ね、ちゃんと説明してよ、暴走の部分。ああ俺が説明するよ全部。こうなったのは俺の入れ知恵が原因だから。あ、お師匠様が弟子の代わりに。どういうこと？俺とピエトロは人間だ。いつか人間界に帰る時が来る。でも現状、帰るにはクリアしなければならない条件があるんだ。あー、そっか、その契約の話云々は出てなかったね。条件、はい、実はね、はい、契約すると力が増してみたいな感じで、そこの部分は多分嘘偽りなく言うのかな、突っ込まれない限りは言うのかな。ソロモンは自分たちの魔力が弱まってきていること、このままだと人間界に帰るだけの魔力を失う可能性があること、それゆえに失いかけている魔力を取り戻すため兄弟たちと契約する必要があったことを全て説明した。はい、でもここの説明だと人間界に帰るための魔力取り戻しだから、あ、じゃあまた魔界に来れるんだねみたいな感じにはなるよね。ね、過去とっていう話ではないから、ですよね、自分たちが未来から来た存在だということ以外全て。要するにピエトロが俺たちとの契約を望んだのは、まあそれならいいんじゃないかってなるよね。力戻って人間界に帰って行き来できるってことだろうっていう。はい、でも嫉妬に狂ってたら嫌だ、人間界に返さないってことで契約はしてくれないのかな。人間界に戻るための魔力が必要だったからと、そういうことか。そうなんだ、隠していて悪かったよ、辻褄は合うからね。目的を知られることで協力してもらえなくなるんじゃないかって俺が隠すようにピエトロに言ったんだ。はい、全部責任大きいかな師匠。マジかよ。はい、契約した後組ね。おいピエトロ、そんな大事なことなんで今まで黙ってたんだよ。いやー、帰りたくなかったから、離れる時のことを考えたくなかった、帰りたくなかったからっていうのは、まあ向こうさんにとってはちょっと嬉しいかもだけど、でもね、契約はしてるもんね。まあでも
純粋な気持ちとしてはやっぱ離れる時のことを考えたくないからっていう。はっ！あ、悪い。ね、もうはい。いや、情に熱い男ですから。ピエトロは死である俺の言葉に従っただけだ。だからピエトロを責めないでほしい。あら、急に穏やかな。責めたりしない。家族のところに戻りたい気持ちが悪いことなはずないだろ？ベルゼブブ！まあ、そっか。ね、兄弟たちと一緒にいたいっていう気持ちと一緒だもんね。うん。ああ。俺もだ。自分のいた世界に帰るための努力の何を責めるんだ。お優しいわ。はい。そのお優しさをおかずに飯3杯食えるわ。僕も最初はその嫉妬したけど、誰のためにそこまでして帰りたいんだろうって、はあ、僕らと一緒よりそっちの方がいいのかなって考えたりとか、でも僕にも大事なものはいっぱいあって、一つじゃないから今は分かってるよ。おお、成長したね、リビアタン。うん。ペトロに帰りたい場所があったとしても、それが僕たちを大切に思ってないって意味じゃないよね。もちのろん。うん。びっくりしたけど、でもレビの言うことわかるよ。僕もペトロが望んでることなら協力する。あ、じゃあ皆さん契約してもろてね。とりあえず力取り戻してからね。もしかしたらこのまま未来とこの過去をね、はい、行き来して、もう両方楽しむっていう選択肢もあるかもしれないんでね。っていうか、レビの言ってることがかっこよすぎてそっちの方がショックなんだけどね。どうよ、お兄ちゃんのこの成長っぷり、弟から見て。はい、でもにこやかですね、あそもちゃんも。どういう意味だよ。嬉しいんだよ、きっと。はい、あら、ベルヘゴールさんはいかんせん、てん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 。事情はよくわかった。ひとまず今日はもう解散だ。明日はレビを連れて魔王城まで出頭だしな。すいません、この度はうちの弟が、はい、大変ご迷惑をおかけしましたって。許してくれそうだけどね。さあ、檻には入れられるのかな。まあでも現状暴走はしてないんで大丈夫かな。んピエトロ大丈夫？はい、多分具合悪いだろうね、私ね。あんまり、どうだろう、はい、あんまりどうだろうって言って、うん、でも具合悪そうだよってちょっと、はい、察してくれる感じも良かったのかな。うん。でも正直なところ、もっと反発されるものだと思ってたよ。少なくとも、リビアタン、サタン、アスモデウス、ベルゼブブは君に協力してくれると言ってくれた。はい、4人ゲットだぜ。それだけ彼らが君を大事に思っていて、君を尊重しようとしてくれてるってことだ。他の兄弟たちもきっと大丈夫だよ。明日また話をしてみようね。いやー、このままいい感じに行けばいいんだけども、はい、まだ一癖も二癖もありそうですね。それに、ああもうだからこの場であまりそういう大切なことは話さない方がいいって。お師匠、元の世界の彼らは君を待ってくれてる。え、もう元の世界って何って。こんなのまた聞かれてたらまた暴走するよ。はい、学習しない師匠とお弟子さんですね。33の3。まあでもそれだけ私の気が向いてたから、はい、きっと優しい言葉かけないとって思ってくれたんだろうな。また続く。時々考えるよ。はい、帰り道の途中ってことね。今俺たちがここでこうしている時間、元の世界はどうなってるのかなって。まあなんとかしてね、どこの世界に行ったんだろうとかね、方法はありますとか言って、バルバタスが迎えにとか、でもタイムパラドックスがどうのこうのってね、ここと同じだけの時間が流れてて、帰ったら俺たち竜宮城に行ってた主人公みたいになるのかな。まあ何年経ってもね、寿命長いから、はい、ウェルカムで迎え入れてくれそうだけども、そこはいいね、魔界、悪魔たち寿命が長いから。それともこっちに飛んできた時間と場所に戻るだけなのかなーってね。どうなんだろうね。ん？精神と時の部屋みたいだな。ピエトロはさ、この世界の兄弟たちのこと、元の世界の彼らとは別人みたいに感じる。一緒だよ。そんなことはない。そうかもしれない。そんなことはないね。もうみんな一緒。そうか、俺は時々元の世界の彼らが懐かしくなる時あるんだ。でもそう思った次の瞬間には、ああ、やっぱり同一人物だなって共通点見出して安心したりね。根は変わらないもんね。うん。ただ生きてる時代が違うだけで、彼らが彼らであることに変わりないんだけどね。はい、いいことですよね。ね。
これはさ、大昔にバルバトスから聞いた話なんだけど、本当に大昔なんだろうね。彼に言わせると、時間ってものは俺たちが想像するような過去、現在、未来が一方向にまっすぐ伸びている道じゃないんだってさ。あー、なんかでもあれか、やっぱり同じようなタイムなんかシュタインズゲートで見たけど、むしろぐるぐるかき混ぜられた皿の中のスープみたいに絡み合って存在してる。そうだ、これが時間のスープってことね。うん、バルバトスにはそう見えるって言ってた。はい、みんなとは違う景色が見えてるんだろうね。バトスさん大変だろうね。多分頭痛くなっちゃうよ。現在っていうのはそのスープの、スプーン一すくい分を覗き込んでいるようなものだって。あー、いろんなある時間軸の中から汲み取った部分。スープを、ごめんなさい、カミカミで。スプーンですくうたびに、だってスープとスプーンって似てるんだもの。すくうたびに何かが変化してるんだ。同じ人すくいは決してない。あー、なんかエモいな、その言い方。確かに同じスープでも、お皿の中にあるスープは同じでも、すくった部分は毎回違うもんね。エモいな、今度使おう。その変化は、一緒にすくったいつかの過去だったり、いつかの未来だったりが影響してる。そんな風に話してたよ。時を司る悪魔の目を通してみたら、世界はどう見えるんだろうね。はい、きっとバトスさんと同じね、目線で見れる人って少ないから、多分寂しくもあり、でも寂しくもあり、まあ一緒にね過ごす時が大切って、なんかいいこと言おうとしたけどうまく言えてない。ペトロはどう思う？理解できる気がする。さっぱりわからない。なんかでも私の方は下っぽいけどね。まあ現状時間ね、旅行してるんで、バルバトスが聞いたら喜ぶだろうね。でも好感度上がってないよ、師匠。多分喜んでないよ。もしもバルバトスが話してた時間の概念が本当なら、俺たちがいるこの時間に未来の彼らが影響を与えてるんだ。あー、そうなんだ。未来と過去、過去と未来は一つの皿の中でごちゃ混ぜになってるのかもしれない。ピエトロの部屋は、ああ、そっか、お部屋感じがあったもんね。この世界の兄弟たちが特別な場所だと感じているみたいにね。ん？そう考えたら心細いのが、ちょっとは楽になる感じしない？はい、私が育んできたみんなとの絆がこの時代にまでね、はい、及んでると思ったら、いいね、ハグする、手をつなぐ。ギュー！キスハグじゃない、ハグ手つなぎだったわ君をこの世界に一人きりにせずに住んで本当によかった。ありがとう、師匠、本当にありがとう。私一人じゃ心細すぎるよ、うん、大丈夫だよピエトロ、俺がついてる。いいセリフ、かっけえわ師匠。はい、めちゃくちゃかっこよかったですけども、33の5。さあ、どういった展開に。曰く月の土地、お、曰く月の土地、どこになるんだろう。館かな。あー、ん驚しいね、BGM が。ここは、あら、ここから出る、助けを呼ぶ。はい、オベイミーの方では結構ね、来ましてた、この屋根裏チックな場所なんですけども。ここから出る、助けを呼ぶ。出てみるか。動けないとかじゃないの？格子に阻まれて出られない。はっ！格子の向こうに誰かいる。誰かいそうなのはベルヘゴールだけども、ここと言ったら、わあ、ルシルシー。ん？ここにいたのか、ピエトロ。悪魔化しているわ。ん？出られないのか？出してくれいい。助けてくれいい。だったら好都合だ。え？出られないのが好都合って何？やだ二人とも、エッチスケベ、ワンタンメン。あの後、みんなでよく話し合ったんだけどさ、何みんなで悪魔化して、何なの、私を消滅させようとしているの？やっぱり、僕たちは、ピエトロをどこにも返したくない。ああ、なるほどね。そういう夢を見ているのかな？はい、じゃあ私、ずっとここで一生君たちと添い遂げるエンドってことね。でも、講師はやだよ。もうちょっと自由聞かせておくれやす。いいじゃん、別に。ずっとここにいれば。ヤンデレ化してるわ。ダメ？どうしても行っちゃうの？でも、こうやって閉じ込めちゃえば、どこにも行けないよね。鑑賞用ピエトロとしてお楽しみください。檻の向こうから。ピエトロだって、本当はこうなることを望んでるんじゃないの？ああ、自分が望んでることは相手も望んでいると思っている。やばいわ。ヤンデレの気質があるわ。
きっとそうだ。だから契約の本当の目的も言い出せなかったんだろう。ブブまで両親が、お前は俺たちと一緒にいたいんだ。私はあなたたちと一緒にいたい。私はあなたたちと洗脳されていく。お前が分かってなくても、俺はお前のことを分かってる。なんか DV 彼氏みたいなこと言い出したけど、何も心配すんなよ、ピエトロ。そうだよ、何も心配ない。あら、ベルヘゴールソロカット入ったけど、どうして？もう二度とお前を失ったりしないから。あら、どういうこと？ベルヘゴールは私の中にリリスを見出している、もしかして。はい、お前をってことで、二度とっていうことで、一度あったような言い方しましたけども、それともベルヘゴールだけが未来から来てるみたいな。ピエトロ、おっしょー。あ、起きた？まさか一晩ずっとここにいたの？え、なに、私玄関先で寝てた？ダメだよ、こんなところで寝たら風邪ひくよ。なんだか声色も悪いし、今日はラットに行くのはやめておくかい？はい。一緒の部屋で寝てないのかな？一緒の部屋で寝ているのであれば、あ、ピエトロいないって気づかないってことは。一緒の部屋で寝てくれいい。一緒のベッドで寝てくれいい。怖い夢を見ただけ。みんなに会いたい。あれが怖い夢なのか。みんなに会いたいってどのみんななんだろう。ちょっと気になるんで、下の方で。ああ、わかった。でも無理はしないようにね。はい、館に行くってことね。具合が悪そうだったら、俺が勝手に連れて帰るから、そのつもりで、はい、強行手段でってことね。お持ち帰り。あのね。そうそう、さっきルシファーから連絡があったよ。お、ルシから。今朝は、ラットに行く前、嘆きの館に立ち寄らなくてもいいってさ。なんで？魔王城に行くっていう用事を先に済ませてくるらしい。ってことは、兄弟一同みんな集って謝りに行くってことかな。うちの、はい、愚弟が、はい、愚兄が申し訳ございませんでしたと。33-6。はい、まあ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 。まあたまにはね、直行で学校に行くのも。あらまあ。では、本日の授業を始める。ああ、先生の役のやつ、まだ継続してたの？一応結構な日数通ってるんだね。またお前かよ。何か言ったか。はい、意地悪な問題の出され方するよ。別に。一合わせ吹かせてやらないと。今回も魔界の歴史について学ぶわけだが、近々ココラットにおいて記念すべき創立式典が行われる。まさしく今ここにいる我々が魔界における輝かしい歴史の一部となるわけだ。ねえ、確かに。光栄だね、それは。そこでだ。ルシファー、お前創立式典でスピーチするらしいな。授業はどうしたんですか、メヒストフェルスさん。先生、授業を始めてください。早耳だな。私の情報をもう舐めてもらっては困るね。新聞部部長になるんだから。よし。今回は特別にこの私がスピーチのネタになる話をしてやろう。おお、ありがた迷惑なのか、それとも単純に、はい、優しい気持ちで言ってくれているのか。やけに恩着せがましい言い方だな。ブブ持って言ってやれ。実際に恩を売るつもりなんだろう。バレてるけども、兄弟たちに。どうだ、ルシファー、聞きたいか聞きたいだろう。そうだ、そうに決まってると、聞かせてもらおうか。はい、もうね、相手にするのも疲れるから、もう純粋に。今現在お前たちが住まいとしている、嘆きの館が建つ土地にまつわる話だ。あの過去の事件の話ってことね。あそこは魔界の中でも特に邪悪な曰く付きの人気の高い土地だ。なるほど、そういう曰く付きの場所は魔界では人気なのね。ってことは、曰く付きの場所に曰く付きの館を建てたってこと？今は魔王家の所有になっているがな。そうなんだ。あそこの土地はじゃあ、殿下のなんだ。じゃあ殿下に毎月お支払いしないといけないってことね、家賃を。嘆きの館が建つ前にあった建物は、一晩ごとに部屋の配置が変わるという厄介なものであったらしい。トイレ、夜中にトイレ行って、トイレから帰ってきたら、部屋変わってるとか、そもそもトイレの場所が変わってたり。ガチで厄介だった。迷子必須。また、大昔には、始祖の悪魔がその土地を住処にしていたという伝説も残っている。そうなんだ。歴史の授業、始祖の悪魔といえば何という名で呼ばれていたか、もちろん知っているだろうな、ピエトロ。ナイトクローザー、ナイトブレイカー、ナイトブリンガー。ナイトクローザーなんか車っぽい。ナイトブレイカーなんか羽織るものっぽい。ナイトブリンガー。
上がった、うん、よく覚えていたなピエトロ。多少は勉強しているらしいな。はい。なぜかアップだった。始祖の悪魔があそこに住んでたとか、胸熱、伝説の魔導書とか埋まってたりしないのかな。なんか埋まってそうだよね。そんなのどうでもいいよ。僕のバスルームを毎晩探さないといけなくなったらどうしてくれるのさ。確かにアスモちゃんにとっては死活問題。けくだらね。あら怖いのマモン。歴史っていうより単なる言い伝えだよね。事実だったとして、だからなんだという話だな。まあ現状部屋入れ替わったりしてないもんね。スピーチのネタなんて最初から聞かせる気なかったんだろう。はあ、はははははその通りだ。お前に有利な情報なんてやるか、アルシファ。先生、授業を始めてください。学食から残酷焼きの匂いがする。もう眼中にないわ、部分の中で。え、窓閉まってるけどわかるの。さすが嗅覚舐めないでもらいたいと。はあ。はい、何の時間だったんだと、愉快な先生でございましたね。おい、おい、帰ろうぜ、ベルフェ。なぜベルフェチョイス？うん。いいね。うん。ツーといえばカーグライド。てん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 。てん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 。あら、二人きりレビアタンと。二人きりちゃん？置いていかれたって顔してる。ねえ、まさかピエトロを誘わないなんて。あー、なるほどね。はい、ちょっとやっぱ距離置いちゃってるのか。あれか、その、協力してくれる4人とは別の人たちはみたいな感じか。マモンとベルヘの態度気になるね。マモンベルヘルシファーは、あ、今のところ向こう側なんで。気になる。大丈夫。大丈夫って言って、無理してないって言われるのがいいのか。気になるって言って、そうだよなって。でも、気になるんで。なんて言ってくれるのかな。今日全然話してなかったもんね。あの二人も、本当は、ペトロに話しかけたいんだと思うよ。なんて声かければいいのかわかんないんだろ。不器用さんだから。不器用に言われてる。ね、みんな不器用だから可愛いよな、兄弟たち。不器用さん、言えてる、うん、あんなめんどくさい奴ら、放っておけばいい。いやー、でも、未来からっていう部分言ったら、やっぱみんなもやっぱ、気持ち変わるんだろうな。返したくないってなるだろうね。すぐにまた、前みたいに話せるようになる。気にするな、ピエトロ。そうそう、僕たちはピエトロの味方だからね。うー、胸が痛い。自分がいた本来の場所に帰りたいという気持ち、俺たちは知ってるからな。あー、まあ展開にってね、最初は誰しもが思ったもんね。でもやっぱね、兄弟ルシファーの隣があって、その気持ちを否定することは誰にもできない。誰にもできないから、やっぱああいうね、はい、どう接していいか分からなくなってるんだろうね。うん、そうそう。はっ。ガバー。ちょっと。わあ、急に抱きつくなし。急に悶々とした私がいるわ。ありがとうね、と。ちょっと。ずるい、レヴィ、ピエトロ、僕もギュッとして、みんなでやろうよ。ねえ。ほら、サタンとベールも一緒にギュー。俺は別に、毎回サタンは後から巻き込まれるポジション。ああ。飯を食らわば皿までだぞ、サタン。それ、いやいやいや、使い方とかいろいろ違くない？いいね、ほっこりするわ。はい、もうぜひとも誰かに撮ってもらいたいわ、あの状況。33の8。はい、内容濃いですね。寄り添ってくれる存在。はい、あなたにとって寄り添ってくれる存在がいますかと。ピエトロいるか？いるよ。あ、ルシファー、一緒にやる。なるほどね。ギューは継続中なのね。カモン、ルシファー、何をしてるんだ？うん。みんなで、ピエトロにギューってしてるとこ、ここが極楽浄土。おい、おい、いい加減話せ。おい。まあいい、ピエトロ来い、ディアブロが呼んでる、かっこ、羨ましいな。殿下の呼び出し、もしかして僕も？え、朝行ったんじゃないの？レビは来なくていい。レビが、ディアブロがその件については朝の謝罪で決着しただろう？思い出すな、レビナーの綺麗な土下座。操船したーって、もうピシーって角度もすごくて、俺も思わず感動しかけた。はい。どこから得た情報なのか。ちょ、その話はすんなー。ディアブロが興味あるのはお前の話だ、ピエトロ。何？
行ってこいピエトロ、人間界に帰れるってことが、はい、バルバトス以外にできるかみたいな。だけどマモンとベルヘが綺麗な土下座できるかな何を心配してるんだ。はい、マモベルが、あ、二人上がった。あの二人なら何とでもなる、心配しなくていい。はい、さっき帰った組ね。そうそう、あとは僕たちに任せてね。はい、心強いよ。もう行くぞ、もう行くぞ、来いペートロ。ああ、連れてかれちゃうわ。バイバイママ。まあみんな、あ、ペートロ、やあ、いやあ、来たね。シミオン、ルーク、ルークがいるなら、はい、残酷な話にはならないんじゃない。はい、お子様には刺激の強いことはしないだろう。待ってたよ、お師匠まで。さあピエトロも座って、今式典の段取りについて話していたところなんで。あー、なるほど、段取りね。まあ3回の融和となれば、人間と天使と悪魔が集えばお茶をご用意します。ありがとうね、頼むよバルバトス。うん、さてピエトロ、名指し何ですか。いい、レビアタの暴走の原因について今朝説明を受けてね。発端となった君の兄弟たちとの契約理由、君の口から説明を聞きたいと思ったんだ。あ、あの、でも私は汗だら。昨日兄弟たちに話したことを改めて私にも聞かせてくれるかな。お師匠話してないの、私からの報告義務なの。実はカクカクシカジカで、うん、ふむ、なるほど、興味深い現象だ。ここに滞在していることによって君とソロモンの魔力が衰え始めているんだね。人間界に戻るためには魔力の補強、つまり兄弟たちとの契約が必要というわけか。別にいいじゃないか、魔力が衰えたってピエトロはピエトロなんだから優しい。でも帰れなくなっちゃうんだよルーク。人間界に戻れないならここにいればいいんだ、なんだったら天界に来ればいいねえ、マモンとベレヘゴールが言えないことをルークはまあ純粋だからかな。それもいいかも、そうはいかない。何この選択肢、それいいね、そうはいかない。これなんか曖昧なやつないの、曖昧なやつがいいよ、それもいいかもねってだろ。ミカエル様にお願いすればきっと、はい、ここでシミオストップかかるよルークって、ルーク来ると思ったよ。ピエトロとソロモンの家は魔界でも天界でもない人間界にあるんだよ。はい、ルークも逆の立場だったらどうって、天界に帰りたいでしょみたいな感じかな。わかるよね。いいんだよルーク、ありがとうね。ありがとうルーク、気持ちはとても嬉しいよね。気持ちめちゃくちゃ嬉しいよルーク。だから今夜私の部屋においでね。事情は分かったよ、君はソロモンが人間界に戻ることができるよう心から願っている。とはいえ契約をするかどうかは悪魔個人の自由だ、あくまで悪魔個人の自由だ。私が何かできるわけではないが、困った時は相談してくれ。ありがとう、では融資の方をお金をください。お前がしたかった話というのはそれだけかディアブロ。はい、この話だけではなさそうだもんね。ん、そうだが、どうかしたかい、本当かな。いや、どうしましたルシファー、私の顔に何かついていますかね。えバトスさんも見て、いや何でもない。はい、だってその行き来できる力がとかそういう部分もあるんじゃないの。33の10、はい、今回レッスン33長いですね、いいですね。ピエトロ、お師匠、違うわ、サーティンちゃんだわ。おはよう。あ、明けましておめでとうございます、サーティンちゃん。はい、今年もよろしくお願いします。おみくじ引きました？僕は大吉でしたけども、サーティンちゃんは？珍しいじゃない、一人で帰るなんて。いつものうるさい取り巻きはどうしたのよ。あ、お一人なんだ私、ソロ帰りなんだ。てて、今日はたまたま。はい、たまたまでございます。いつも誰かいてくれるんだけどね。たまたま、ねえ。ねえ、ちょっとお茶しない？どうせ帰るだけなんでしょ。あ、お茶に誘われてしまったわ。いいね。たまには付き合いなさいよ。ね。いいね。お友達感あるね。ふーん。やけに冴えない顔してると思ったわ。そんなことがあったとはね。姉子、聞いておくれやす。まあ、よく我慢したじゃない。ああ姉さん言うて、はい。懐に飛び込んで泣きたいわ。我慢って何の話？はい。自分じゃ気づけないね。我慢してたんじゃないの？
私にはさっぱり良さがわからないけど、あのくせ者揃いの兄弟をあれだけ大事にしてるあんたのことだもの。はい、まあ兄弟間の目線じゃない目線も大事だもんね。サティンちゃんはわかるんだね。あいつらに黙ってなきゃいけないの。辛かったんじゃない。おーん、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 おーん。ハンカチ濡らすわ。マモンとベルヘゴールだっけ？拗ねてる奴らのことなんて、ほっときゃいいのよ。それであんたが罪悪感を感じる必要なんてない。ペトロは何も悪くないんだから。あいつらに援助せずにやりたいことをやればいいのよ。帰りたい場所があるなら、そう言えばいいの。でしょね。そんな簡単なことなんだけども難しい。彼らに会えなくなるのは寂しい。サーティーンと会えなくなるのも寂しい。あら、そんなデレデレ選択肢があるの？はい。まあ、上のところはね、ソロモンをしようともね、結構お話する部分なんで、ここはもう、相手に言う言葉で。わお。嬉しいこと言ってくれるじゃない。わあ、交わし方がエレガント。ありがとう、ピエトロ、私もよ。あんたに会えなくなるのは寂しい。姉子ねえ、あんたが人間界に帰ったら、お茶しに行っていい。はい、会えなくなるわけじゃないよね、っていうことか。いいわ。その時は、あのポンコツ魔術師も呼んであげてもいいわよ。特別にね。はい、三人でお茶会ってことね。ねえ、このケーキも試してみない？大きめだけど、二人でシェアすれば余裕でしょ。シェアしてるわ。お友達だわ。美味しいものでも食べて、さっさと元気になりなさいよ。ね。さっさと元気にっていう言葉いいね。はい。でも、まあ未来にっていう言い方ができないからね。サーティーンのおかげで少し前向きになれた気がする。嘆きの館に行って兄弟たちに会おう。ありがとう。背中後押ししてくれて。私言うよ、サーティーンちゃん。ちなみにおみくじ何吉だった？ピエトロ、またお会いしますね。バトスさん。嘆きの館に来たんだ。どうしたの？お帰りなさい。あ、ただいまでございます。と言っても、今はあなたの家ではありませんね。今はっていう言い方してる。なんで？なんで知ってるの？知ってるの？今はって、何？今の今はって。33の12。はい、何か含みのある。悪魔ベルヘゴール。はい。もしかしてこのままベルヘゴール編に入るってこと？リベタンが魔界に与えた損害に返す請求書を持ってきました。やはり請求されるんだね。あなたに預けても構いませんか、ピエトロ。私に支払い義務とかあったりしますか？世話役とはいえ。今朝決着したんじゃなかった。いいけど、ちょっと抗ってみましょうか。でも私お金なくて、それはそれ、これはこれですので、ああ、この悪魔ルシファーに渡しておいてください。あ、ルシファーに、はい、もう、1秒も欠かさず届けに行くから。それから、あと2つ渡すものがあります。ルシファーではなく、あなたに、何くれるの？まずは、これと、なんだろう、護身用アイテムかな。バルバトスから、古びた紙切れを着とった。古びた紙切れ。小切手かな？うん。それから、これを、なんだろう。はあ、はい、防犯用ブザーかな。リトルデー7番です。あ、デー7番。ってことは、ベルヘゴールか。とはいえ、今熟睡していますが、これとこれって言うと渡されたけども、面白。リトルデイ、どうしてどこから出したの？気になる。懐からかな。あ、気になっちゃいましたかっていう好感度の上がり方。秘密です。シークレットが多い。おそらく必要になると思うので、あなたに託します。未来見えてる、必要になる未来が。では。頑張ってくださいね、ピエトロ。頑張る必要がある。あー、何かもっとアドバイスください。まあ7番もろたしいいか。やったぜ、7番ゲットだぜ。嘆きの館は静まり返っている。なるほど、この7番を人質にして、デビ質かな、デビ質にして契約をベルヘゴールに迫るという。どんどん悪魔に染まっていってるね、私。どさ、何、誰かの死体、物音がする方へ行ってみようか。はい、いてててて、みたいな感じかな。あら、マモンが、サタンが、どうしたの？みんな、あら、神妙なお面持ちで、食うのがめんどくさい。ベルゼブブが食うのがめんどくさいって何？私に食べさせてもらいたいという、熱望している。なあ、寝ましたくない。5月病みんな。ネイルとかメイクとかもうどうでもいいかも。そんな、みんなアイデンティティなくさないで。もう何もかもどうでもいいな。夕食とかどうでもよくね。あ、でもマーモンはお金とかって言わないとまだ信頼性に足りない。え、何、当番がいないってこと？みんなどうしたの？ただいま。
別にただ夕食を食おうとしてるだけだ。へえ、なんかウケてるやん。あ、怠惰でございますか。面倒だけどな。怠惰にじみ出ちゃってますか、もしかして。ベルヘだ。あー、ここまで及ぼすんだ。ベルヘがなーに。はい、ベルヘの力がってことか。見つけろ私に託してる。見つけに行くのも怠惰ってことね。強、相手の戦力を戦意も削ぐ力がある。あー、だるそう。怠惰の力が暴走しているのかもしれない。ベルヘを探さないと。やっぱみんなそういう力にじみ出てたらみんなそうなるのかな。おもろ。33-14、強欲傲慢がにじみ出たらそうなってしまうのかな。てんてててて、いない。ねえ、来て。ああ、迎え入れられようとしている。決着をつける時が来たぜと。ここに来てほしい。あの場所だね。僕の声聞こえてるよね全然私見つけてあげれてないけどもどこどこどこってほら、こっちだよペトロ、早くいい加減に来てって。誰？ベルヘ、はい、気づいてあげたら好感度が上がると思う。右上だよね。ねえ、こっち来ていつまで迷ってるのって怒られそう、うん、そう、そのまま。あー、来たぜ。ここまで来るんだペトロ。階段を上がり、様子を見る。上がっちゃうわ。いけいけ、どんどん、うん、そう、いい子、いい子って言われた。もっと言ってほしい。髪を撫でながら言ってほしい、うん、来てくれたんだ待ってたよピエトロ。もう悪魔化してる。その姿はなんだ、やる気か。何か変。いつもの僕だよ。それにどうでもいいよ姿なんて。わあ、ちょっと笑顔なのが怖いわ。兄さんたちが納得しても僕は違うから。おやんやん、うん、僕はあんたをここから返さない。人間界にもどこにも。え、ベルヘゴール、私のこと認めてくれてるの。じゃあ契約してよねえ、ブブの時はあんなにツンケンしてたのに。っていうか、兄さんたちはって言ってるけども、マモンとウシファーはそちら側でしょ一応マモンとばっちりなんだけども。兄さんたちと僕は違うよ。僕は自分の怠惰の力をちゃんとコントロールしてる。ああ、そうなんだ、暴走はしないということね。僕の声をちゃんと聞いてピエトロ、悪魔ベルヘゴールの名において。わー、バチバチバチ、いやー、先手攻撃、先生の爪持ってるわこの子。ん、あー、どう、体の力が抜けてきたんじゃない。でも私 HP1 残るようにしてるから。何もかもが面倒でどうでもよくなって、もう人間界に戻りたいなんて考えられなくなるよね。あー、そういうことか。そういう怠惰の使い方するのか。ファー、はー、うわ、カゴが働いたか。バルバタスから預かった古い紙切れがまばゆい光を放つ。バタスさん、ありがとう。紙も。ここで7番を出すんだ私。行け！ピエトロ、何を持ってる？え？え、それ、そのリトルデーってもしかして、僕？行け！怠惰には怠惰返しだ！リトルデーに吸い込まれていく。あー、吸い込まれてる二人が。ピエトロ、僕の心の中を見ないでよー。へへへへ、見てやる。シューさあ、これでベルヘゴールの世界に行くのかな。あれ、終わり？あ、33-14、短かったでございますね。はい、ということで、いきなりベルヘゴール編が始まりましたけども、ねえ、リビが解決しの、請求されのベルヘゴール編が始まりの。では33の絵を見て終わりましょうか。さあ、でもバトスさんがルークの願い叶えてあげるよ。はい、命を懸けてでも。はい、バトスさんが預けてくれたもので、やはりバトスさんはこうなることが見えていたと。明日の夕食は魚にしようか。昨日は肉だったからね。お呼ばれしたいんですけども。いいけどさ、シミオン、あのヘンテコな魚は嫌だぞ。ほら、皿に乗せたら叫ぶ魚。嫌だ、食べづらい。やめて、ギャーとか言うのかな。あー、確かに俺もあれはちょっと遠慮したいかも。はい。まあ材料は魔界のものしかないからってことかな。あんな特殊効果がある魚なら店で売ってる時に説明しておいてほしいよな。皿に盛るまで叫ばないってこと、厄介だな。魔界じゃ説明しなくてもみんな知ってるんじゃない。まあ少しずつ覚えていくしかないね。はい、
魔界旅行機探検機作らないとね。どうもこんばんは、ルークシミオンバトスさんが、あ、バルバトスだ、やあこんばんは、使うことを伺いますが、今から嘆きの館へ帰るところですか。あ、今行かない方がいいってことか。うん、そうだけど、今夜はあそこに帰らないことをおすすめします。すごい、バトスさんが裏で暗躍してくれてるわ。よろしければこのまま魔王城へいらっしゃいませんか。なるほど、だからあの二人はいなかったのか。でもあの二人いてくれた方が、この二人いてくれた方が助かったんじゃないの。天使の籠持ってるから。それは構わないけど、ピートルが先に帰ったはずなんだ。そうだね、魔王城に行くならピートルも一緒に止めたのか。心配には及びません。ピエトロにはお助けアイテムを渡してきましたので、はい、お助け遊ばされております。ありがとうね、お助けアイテム。はい、今現状役に立ってるよ。助けに行かなきゃそろそろメルヘゴールが暴走する頃だと思いましてねって、ルーク落ち着いてください。ちょっと待って、落ち着いていられるわけないだろうバルバトスもバルバトスだ。ベレヘゴールの力が強くなってるの気づいてたくせに、この気づいてたくせに、あんまりだよピエトロ、いいやつだったのに。ドンドン床殴りながら、死んでないよ。どうして他の兄弟たちをそのまま置いてくるんだよ。ピエトロのことだってそうだ、お助けアイテムだかなんだか知らないけど、そんなところに行かせるなんてひどい、あんまりだよルークにここまでね迫られたら、ああ俺はなんてことをしてしまったんだってなるよね。シミアもなんとか言ってよ、うん、ルーク。お、バルバトスさんからはい、ルークストップ入りましたけども、なに今回の件はピエトロと兄弟たちにとっての試練とも言うべき事態です。あ、乗り越えてみせよと。私たちにできるのはただ見守ることです。はい、信じながら見守ってくれてるんだよね。バルバトスがそう言うならそうなんだろうね。てん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 、大丈夫、バルバトスもそこまで鬼畜じゃないよ。本当かなきっと本当に危なくなったら助けに行くだろうし、その時は俺たちも一緒に行くだろうね。ありがとう、裏で応援してくれてたんだねみんな。うん、シミオンがそう言うなら鬼畜認定されていないようで何よりですちょっと、はい、胸に突っかえてるかもしれない言葉のあやだよそうだといいのですが、ところで試練で思い出しましたが、秘密帳の浮かは叶わなかったと聞きました。はい、ねえ、残念ながら、あ、叶わなかったんだ。うねえ、あ、まあでも私に言ってたもんね。ちなみにあの店で売っているものは大抵偽物です。あ、そうなんだ、言ってあげて。え、偽物、そんな、偽物だったら浮かしないはずだよ。頑張って温めていたのにね。ね、帽子の中で可愛らしく今度本物が手に入ったらルークに差し上げましょう。あ、くれるんだ。まあルークならね、優しい願いだろうと。本当か。ええ、本当です。やったもうピエトロのことなんてどうでもいいや秘密帳に何お願いするの、ルーク。そんなの決まってるだろ、みんな仲良くかな。あら、もうごめんなさいね、疑っちゃったわ。ピエトロが無事に家に帰れますようにって。でもそれ、秘密帳が浮かしない間は叶わないんじゃないの。あはは、なるほどね、ありがとね、祈ってくれて。まるで天使のようなことを言うんですね、ルーク。私も今度から、来年から神社に行ったら神に祈るんじゃなくてルークに祈るから。僕は天使だ。はい、いやね、こんな和やかな空間で、いや私も入れてほしいねって殿下が横からフェードインしてきそうだけども。はい、ということでレッスン33自体はね、はい、急展開ということで、よからぬことが起きていますけども、必ずみんなと仲良くね、はい、笑い合える日が来ることを祈ってレッスン34以降頑張っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。